おはようございます。本日は長野県にある、田園地帯に来ました。どうやらここでですね、工場脇で温泉が垂れ流されているというところで、来ました。それでは本日もやっていきましょう。どうぞ。はい、というところで無事着いたんですけども、こちらになります。はい。すごくないですか、これ。何これ。いや、ちょっと噂には聞いてたけど、すごいね。ものすごいです。でここは道路脇なんですよね。もう車も割りかし通るところです。そこまで交通量が多くないんですけども、いやすごいなこれ。これ湯量半端なくないですか。ちょうど工場の方が出勤されてたので一言かけて許可いただきました。いやすごいっすね。いやこれ家に欲しいですよね。温度的に言うと、あめっちゃあったかいなこれ。40度くらい。じゃあ皆さんこれ侮らないでください。これですね、見た目から侮っちゃいけないですね。なんとこちら無料です。無料、うっそ、みんな大好き無料です。これプライスレスです。信じられますか。これただなんですよ。24時間入り放題、一言許可得ないとちょっとあれですけど、はい、こっちから出ます。こんな感じです。すごい、こんな感じです。いやこの圧巻の湯量ですよね。すごい湯量、見てください。このもう新鮮にも程がありますよこのお湯で。ここは結構硫黄成分で白くなってます。すごい、ひらひらの白い湯の花が、くっついてます。すごいです、絶景です。約四捨五入して39度です。pH 7.5 です。でこっちにもですね、ちっちゃいコンパネがあるんですよね。うん、すごいしっかりした。これちょっと近所の方に今通ったんで話聞いたら、もう 3,40 年前ぐらいからあるみたいです。はい、もう地元じゃめちゃくちゃ有名らしいですね。で、はい、入ってけよということで、もちろん入ります。ということで入ってきたいと思います。入ります。あ、これ最高。いや最高だね。はい、オーシャンビューならぬオーシャン田んぼです。一面グリーンです。すごい。で山々をこうマウンテンたちがこっから見えますので、すごいいい景色です。いや絶景だねここ。いや最高。はい、使ってみた景色こんな感じです。すごい。お、滝だ、滝だ、助けて。いやーやめてやめてやめて、超気持ちいい。さてこちらの湯船を一言で例えるならばパリピーポーです。パリピです。パリピ温泉です。反対側の景色ですけども、こういった感じです。すごいですね。いやー大絶景。結構犬の散歩してる方とか、朝早く、お散歩されてるおじいちゃんおばあちゃんが結構通ります。でね、湯の花が見えますかね。白い湯の花です。ちょっと塩味感じるかな。で若干やや卵臭がします。最高です。いやめっちゃ最高です。超いいお湯。いやー、熱い。
修行です。修行僧。長野に住みたいです。将来未来の花嫁と長野に住みます。わー最高。いやもう出られないっす、これ出られない。いや最高ですね、これもうスプラッシュです、スプラッシュ。いやすごいな。いやめっちゃ気持ちいいですこれ。あの長野に住みたいです私将来。いやいいね、見てください、圧巻の40度ぐらい、まあ30、あれ38だけどな、39だっけな、なんか体がすごいポカポカ温まってきます。すごいあったかい、ぬるい湯とは思えないぐらいあったかい。こっちに入る人もいいんですかね。こういった縁とかもいい味出してますよね。すごい長年のですね、あの戦いの傷って感じです。すごいよく頑張ったね、3、40年も。で多分使う前はちゃんとこの、管理さんの方に許可をいただく感じです。ものすごいです。来ます。